顔めぐっぺです。実は今日は私の誕生日なんです。イエーイ。はい、個人的な喜びはこのぐらいにして、今日のテーマです。今日は私がちょっと気になっていた言葉 person と people についてお話しします。ではここで問題です。一人以上の人を指すとき、 persons、people、どちらとも使えるでしょうか？それともどちらかが間違っているでしょうか？お答えください。3、2、1。はい、そこまで。ではまずですね、答えの前に、単語の説明からしていきたいと思います。 person、 そもそも、person、 ここのちょっとS がなかった場合、人という意味ですよね。 people、 people、 こちらは人々という意味ですよね。で、先ほどの問題の答えなんですが、 persons、 実は使いません。よく海外でも person、 persons というふうに申し込み書なんかに書いてあったりするんですが、正しくは一人以上の時は people、 people を使います。間違って使いやすい単語ではあるんですが、ぜひここは正しい person ではなく people を使うということを覚えておいてください。逆にですね、 one people とも言いません。一人以上の時は people ですが、一人の時は person となります。なのでここの s は消してしまいます。はい、というわけで答えは persons ではなく people でした。というわけで、今日は間違いやすい person と people についてお話ししました。もしどこかで間違ってる人の話を聞いて、ふふふ、実は違うんだぞ、なんて思ってみてください。もしくは教えてあげてください。めぐっぺでした。またねー。